ら警戒じゃん。ビュンビュンバン。いいじゃん。マニュアルなんです。お、いいじゃないちょっと。はい。ね。これはちょっと高いと思うな。あとやっぱワンオーラーってのは嬉しいよね。はいはい、はい、なんかね。ありがとう。続いてのお車はですね、BMW の 320i の M スポーツです。あ、いいな。320i ね。320i ね。トミー派の BM。そうですね。でも BM って3シリーズが一番良くない？あ、そうそうそう。これ何年式？こちらがですね、2006年式の18年前だ。はい、お車になりまして、はい、距離が10万キロなんですけれども、こちらマニュアルなんです。お、いいじゃないちょっと。はい。ね。でまたこちらのお車は実はワンオーナー車でして、大事に乗られてる、はい、マニュアルってのは嬉しいよね。嬉しい嬉しい、うん、っていうか大したもんだよ、うん、マニュアルでワンオーナーで10万キロ乗ってるってさ、ね、よっぽど好きだよ、ね、ワンオーナーって嬉しいね、はい、あ、いいな、ね、シート全然やれてないよ、やれてない、うんうん、おそらくあれじゃないですか、後ろ使ってないじゃないですかシートかも、うん、だから、うん、いや全然やれてないシート、ね、それこそ2人でさ、うん、奥様と二人とかね、いや、そんな感じだよ、そんな感じですよね、シートめちゃいいよ。でも10年間で10万キロ、うん、はい、ってことは1年1万でしょ、うん、乗ってないよね、いいじゃないですか、6速マニュアルですよ、はい、6速マニュアルですね、いや、でもしっかりしてそう、そんな悪くない ね、うん、後ろなんかさ、新車と変わんないよ、これシート、シートはどうですか？シートね、あのやれてないでしょ、電動パワーシートもちゃんと動いてますし、シフトの入りも全然悪くないですし、はい、いや全然綺麗、ね、6速で、はい、全然綺麗。このオーナーさん、こことあそこにもう一つずつミラーつけてるのは何だったんでしょうね、はい、まあ、結構、まあ、あの埼玉の都心で乗られた方だったので、おそらくちょっと狭いところを気にしてっていう、はいはい、あ、なるほど、はい、これがついてると内側にね、ミラーつけてるの、あそこと自分の顔見て俺って言うところだね。そっちですか？絶対違いますよ。この辺は綺麗に撮らなければいい。撮れる？はい、うん、撮ってもいいかな、まあ、ノリの問題があったので、ね、はい、今まだ外してはいないんですけど、うん、まあ、いいじゃない、不思議なことしてますよね、はい、ミラーつけるってね、うん、もっと内側にしたかったかな、うん、ミラー、うん、そうなんじゃない、ってことは小柄な方が乗ってたのかな、か後ろの女の顔が見たい。そっちか。リアルの車なのに上品に乗ってる感じがしますよね、うん、だから丁寧に乗ったんだと思う、そうだね、ワンオーナーは、うん、確かに、うん、いいんじゃないですか、ちょっとそれじゃちょっとね、ね、うん、試乗してみましょう、乗ってみようよ、はい、うん、はい、それじゃあ改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。マニュアルの BM は初めて乗りました。いや、いいよ。すごい。外車でこうマニュアル車って全然乗る機会ないんで。320はもうスタンダード。一番いいよね。世界中で売れてるのが320。見た目がまずかっこいいですよね。うん、スタンダードでいいよ。まあ、でもなんかもう大人の車だね。まあ、そうですね。うん、ちょっと俺的にはもうつまんない感じ。つまんない？もう BM はちょっとなんかほらなんか。おじさんっぽいから、いや走りはいいよ、走りはいいや、うん、見た目がね、めちゃいいよ。320の M スポーツのマニュアルを買うって結構なんかね、そうそうそう、好きもんだよ、好きもんですよね、そう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 、このオーナー結構好きもん、うん、うん、もうちょい飛ばせよ、320。初めて乗るんですよ。怖いよね。怖いですよ。ほら警戒じゃん、ビュンビュン曲がるよ。いいじゃん、いい車でしょ。いや、いい、うん、足もやれてないしさ、うん、で室内も全然ボロくなってないじゃない、うん、ダッシュボードも、うん、ね、でシートもしっかりしてるしさ、いや、これはすごく大事に乗ってたんだよ、ね、これはね、ちょっと高いと思う、うん、あ、だってこれ320の M スポーツでしょ。はい、320台の6速マニュアル、はい、M スポーツ6速マニュアル、そこそこやっぱ好きな方が乗ってたら高そうな、うん、これはちょっと高いと思うな、あとやっぱワンオーラーってのは嬉しいよね、はいはいはい、うん、なんかね、あれ距離が距離がですね、10万キロです。10万キロ、はい、ね、これは俺100万ギリかな、100万ギリ、それぐらいきそうですよね、うん、はい、ということで価格の方を発表させていただきたいと思います、はいはい、2006年式の BMW320i の M スポーツの6速マニュアルです。お値段総額80万円でご案内させていただきます。安い。これ80万はいいよ。安い。何がいいかって、見た目全然綺麗じゃない、うん、室内めっちゃ綺麗じゃない、
どこもやれてないじゃん、うん、で足回りもなんちゃってが運転してちゃんとしてるじゃない。そう、私みたいなのが運転してもなんとなく普通に走れますし、ああでエンジンも全然いいじゃない、ミッションも、うん、これ80はいい。僕はね77っていう数字が好きなんですよ。おこのねぎり親父、ね、でじゃあいくらだったらいいの、はい、77。もうそんなテリーさんのじゃあご要望にお答えしてですね、うん、77万円でご案内させていただきたいと思います。いいんじゃないの、下がりました。いやこの中身のレベルとしては、うん、77万は絶対、うん、これね白だともうちょっと高くなるんだね。あ、そっか、うん、BM 白が人気あるんで、あ、まあでもいいんじゃないですか、うん、はい、いいと思うよ。今回はですね、100万円以下で車を趣味にしようということでしたが、いかがでしたでしょうか、うん、第2弾、うん、この企画いいね。いい、いやだってさ、うん、本当にこう今の若者って、うん、金ないから、うん、300万以上の車ってなかなか買えないわけよ、ローンも取んないし。だからこの企画はね、うん、若い子たちにとってはいい企画だよ、うん、車欲しいんだけどなっていうさ、うん、でもこういうこう何十万の車を紹介できるってさ、こういう車もあるんだぞっていう、うん、ね、知ってもらえる機会がこの企画なわけじゃない、うん、これはいいよ、なかなか。ありがとうございます、はい、今日の中だったらどの辺が良かったですか。俺は BM だね、320i、うん、あれは足回りもそのボディのやれもないし、うん、すごくいい。なるほどな、うん、あれ77万はいい。77万なりましたからね、うん、テリーさん何良かったですか、うん、僕も BM が良かったですね。あ、そうね、いいよね。ただ、うん、今の流れとしては、うん、もっと安くないと、うん、あの多分見てる人は食いつかないね、うん、100万円以下でもいいじゃない、ヨーロッパ車が、うん、いやいや今後は80万以下ですね。握りますね、テリーさん。いやいや、あの100万円って見方っていうのは、うん、若い人にとってはやっぱりすごく重い。確かに、うん、重いんですよ。99万以下にしよう、やっぱ80万ですよ。でも今日の車って結構80万以下なのかな。そうそうですね、はい、うん、今回、まあ、カプチーノだけ少し、はい、あの超えてしまいましたけれども、うん、まあ、前回のご要望にお答えして、まあ、80というところで揃えさせていただいたので、うん、まあ、もうテリーさんのご要望にお答えして、うん、次回もね、次回はですねさらにリーズナブルなお車を、まあ、はい、すごいご用意を。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。